2022オートバックススーパー GT ラウンド6スゴー GT 3 0 0キロレース GT300 クラス予選3番手を獲得しました60号車シンティウム LM コルサ GR スープラ GT 吉本博き選手河野俊介選手にインタビューをしたいと思いますではまず、えー、Q1 を担当した吉本選手、はい、朝のフリーからジャンプアップだと思いますけれどもそのあたりも含めていかがでしたか あの去年のすごから結構いいイメージを持って、まあ、今回入ったんですが、えー、フリー走行走ってみると全然ダメで、えー、もう話にならないぐらいダメで,でここ最近のレースいつもそうなんですけどフリー走行がとにかく全然うまくいかなくて、まあ、もちろん車の方でもアジャストもしたりするんですけど、えーまあ、予選に入っていきなり良くなったっていう感じでちょっとまあ僕たちも把握しきれてない部分があるぐらいちょっと。 フリー走行と予選での差が大きかったですねじゃあその困惑する吉本選手からバトンを受け取った河野選手だと思いますけれども素晴らしいアタックで3番で獲得となりましたけどでそうですね、あのーまあ、ちょっとフリーで、あのーまあ、僕後半フリー担当してたんですけれども、まあ、その中で、えーまあ、吉本さんのフィーリングを聞いてもうちょっとこうした方がいいんじゃないかって、まあ、最後。 あのニュータイムを履か,かせてもらってでそれでもやっぱちょっともうちょっと欲しいもうちょっと欲しいっていう方向性があったんで,でそれで予選に向けて吉本さんアタックしてくださったんですけれどもあの非常にいいタイムを出していただいてでフィーリングもすごくいい方向に行ったっていうことだったんで,でさらに吉本さんからのフィードバックで、まあ、もう少しその方向で、えー、さらにアジャストし,たしてで行かせてもらったんですけども、まあ、本当にフリーでまあフリーで ニューの練習もさせてもらってたこともあって、あのー、アタックもちゃんとまとめることができて正直フリーからは3番手取れるなと思ってもなかったのですごく、あのーまあ、上出来な予選だったんじゃないかなと思いますここ、えー、ココス合はやはり抜きにくいサーキットとして有名ですが、まあ、ジャフ勢が有利と言われている中で、えーまあ、同じダンロップの GT3 車両がポールを取って明日の決勝に向けてはどのような展望でレースに挑みたいですか吉本選手。はい あのやっぱり前からスタートできるっていうことはあのすごく有利なことではあるんですがあの朝のそのフリー走行でのほ、まあ、他のチームのロングとかのタイムを見てると非常に速くて今日の朝の僕たちのロングだったらもう全くかなわないんですね。 ただ、朝から予選に向けてこうかなり状況はまあトラックコンディションも含めてまあえグリップレベルも含めて全部良くなったことを考えるとあの明日の決勝に向けてはなんとか前に続いていってそれよりポジションを落とさないようにせあの明た僕飛行機が7時なんですけど。<laughs> 表彰式に出ると多分乗れないので、そのつもりでいてます。はい。飛行機のチケットはもう諦めます。<laughs> 吉本選手に飛行機のチケットを諦めさせるためにも河野選手の走りが大事になると思いますけど、明日はどう走りたいですか。そうですね。あの間に合わせないように頑張りたいと思いますが、あまあ、まあ、送って大阪まで。いや、僕も電車ですからね。はい<あ>。<日> <laughs> まああの本当にちょっとフリーではどうなるかわかんない状況からまあ予選まで、えー、いい感じで。 れたんで決勝でもあのまあ方向性は同じ方向だと思いますしあとちょっとコンディションでどうなるかわからないですけれどもあのしっかり自分たちのレースしてで戦略面そしてあのピット作業も含めて最近すごくあのチームとしても全くミスなくいつもそれに助けられてもあのいるのであの僕らもコース上でミスなくしっかり戦って本当にえ今年開も表彰台も乗ってないですしえーまあ こ,こをかけば勝ちたいですけども、まあでも本当に取りこぼしなくしっかりあのスタートよりも上の順位で帰れるように、えー、チームみんなで頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。では明日も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。